バサラは、日本の中世、主に南北朝時代の社会風潮や文化的流行を表す言葉であり、実際に当時の流行語として用いられた。バサラなどいくつかの漢字表記がある。身分秩序を無視して、実力主義的であり、公家や天皇といった権威を軽んじて、嘲笑反発し、斜視で派手な振る舞いや、生きでかびな服装を好む、美意識であり、 室町時代初期に流行し、後の戦国時代における下国城の風潮の方がとも、なった。ただし、戦国時代の頃になると、資料には、うつけや、歌舞伎は出てくるが、バサラおよびそれに類する表現は全くと言っていいほど、なくなった。足利忠義主導のもと、室町幕府の基本方針として編まれた、剣務式目では、バサラを禁じている。太平記には、 源氏や鹿が将軍出事で、守護大名の孔諸直兄弟や、大見国守護大名の佐々木同様、美濃国守護大名の時来園などのバサラ的な言動や行動が記されている。これらの大名はバサラ大名と呼称され、バサラの代表格とされている。太平記はバサラに対して否定的な記述をしており、バサラが原因で国が乱れると断じる一方で、 前述のモロナを、佐々木同様、時来園をはじめとするバサラ大名たちの豪奢な、生活、実力行使や傍若部人な振る舞い等は詳しく、描かれており、これらのバサラ大名は合戦でも活躍し、戦にも強かった。語源は、ボンゴで、バジラ、イコール混合石を意味する。平安時代には、画学、部学の分野で、伝統的な奏法を打ち破る自由な演奏をバサラと、 称するようになった。これは、ダイヤモンドのような、硬さで常識を打ち破るというイメージが固くされた、ものである。さらに、鎌倉時代末期以降、体制に反逆する悪党と呼ばれた人々の形式や、常識から逸脱して奔放で人目を引く振る舞いや、派手な姿格好で、身分の上下に遠慮せず好き勝手に振る舞う、者たちを指すようになり、以降この意味で定着する。 ただし、意味の点火は不明である。ともされ、こうした通説には、異説もある。そもそも、バチャラの濁音、じゃから声音、さ、え、音が変化するのは、不自然であり、バサという言葉が語源で、設備語の、らがついたものと考えられる。バサの意味は、舞う人の衣服の袖が美しく翻る,る様。また、舞い巡る様、あるいは、さまよい巡る様。徘徊する様である。 戦術の大兵器での記述も、足利法の武士たちが派手ない出立ちで傍若無人に徘徊する様を、公家の武学用語である馬ラを用いて自称したと取れる。しかし、大兵器の記述はその後の馬ラの意味を決定づけるものだった。馬ラは本来の徘徊の意味ではなく、それに付随した派手さが本義であると理解される素地ができ、安土桃山時代には、 歌舞伎ものと重ね合わされ、粗骨な乱暴者の振る舞いとして、バサラは解釈し直されたと考えられる。ありがとうございます。